身長ビヨーン医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね身長に関する答えを信じていきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日は身長先生に聞けの6ですね。今後もですね身長に関する疑問があればコメント欄の方に記載してください。身長先生に聞けのねこのシリーズで順番にねピックアップしながら答えていきたいと思います。今回の質問内容をねまず最初に紹介させてください。1番目が S さんで腱板損傷して MRI とって肩の骨端線が開いてらっしゃるってことなんですけども、足とかの骨端線も閉じしないという意味なのか、それとも肩だけなのか、簡単に言って身長が伸びるのかってとこね説明させてください。はい、次ね J さんね、現在15歳8ヶ月で身長157とかなんですけど骨年齢は14歳と医者に言われました。これが身長伸びるんですかね、この質問も答えていきます。次 T さんで、最近やたら眠いし昼寝は今までしたことなかったんですが最近よく昼寝はしてしまいます、身長が伸びる前ブレなんでしょうかってとこね。次 K さん、この間怪我でレントゲンを取ったんですが骨端線が凝視しないと見えませんでした、医者に聞いたわけではないですがほぼ閉じかけだと思います、もう身長伸びませんか。この質問はすごい質問なのでこれもねどんどん答えていきます、次が M さんで、はじめましていつも楽しみにしています、9歳の子供のことですがいつも片側だけ靴底がすり減っているのが気になります、骨盤のズレ及び O 脚は身長伸びに影響しますか、教えていただけると嬉しいですということで、最後の質問が N さんで、身長伸ばすのに適したスポーツはあるかってところね、スポーツいろいろな種類やるべきですかってね、今日は6個の質問について答えていきたいと思います。まず最初は肩の腱板損傷で MRI をやって骨端線が空いてたんだけどその場合足も空いてるかっていうね、でこれをですね過去の旧チャンネルの方で、ね、実は1回論文をね紹介してるんですけども、 Humeral Head Ossification Predicts Peak Head Velocity Timing and Percentage of Growth Remaining in Children ってことで、結論から言うと肩の骨端線が、ね、開いていればそれはまだ身長は伸びますよってことで、肩の場合ですねグレーディングがあって1,2,3,4,5ってあったらグレード3ぐらいだと身長が非常に伸びている時期っていうような表現になってきます。まあ、今回はまだ残ってるねっていうような表現だったので、グレーディングでいうとまあ3じゃなくて4から5っていうような表現なのかなと思う、まあ、おそらくだけども成長としては終盤に入ってきているだけれどもまだ身長は伸びる、そういった時期になってくるかなと思います。おそらくですけども、まあ、それからね推定されるとしては膝だったりとかね足の骨端線もある程度は開いているということが推定されます。参考になりますかね。はい、次ね J さんね、現在15歳8ヶ月157なんですけど医者に骨年齢が14歳だって言われたんだけど今後どれくらい伸びるかってところをねまたちょっといつもの表を使って説明していきたいと思います。まずは最初のポイントとしては15歳8ヶ月で157センチってことで、大体なんですが近似的に考えるとこの表で言うと15歳9ヶ月のところで 157.3 に該当していくんですね。そのままですね下にずっとスクロールしていくと18歳0ヶ月の時に大体160センチピッたりぐらいのペースだということが分かります。それに対して今回骨年齢という単語が出てくるんですけど、つまりその手のレントゲンを取った時に骨成熟がですね分かるんですけども、それが14歳だったってこと、実年齢は15歳と8ヶ月なのに骨年齢は14歳、つまり成長は遅い半熟タイプだって評価を受けたわけですね。仮になんですけども完全に体が14歳、いわゆる平均的に14歳であるというふうに仮定すると緑色の部分ですね、ここを見ていただくと分かるんですけど、そのまま下にスクロールしていくと最終身長が166から167っていうような表現になってきます。つまりなんですけども本当に14歳の状況であればですけども、骨年齢だけじゃなくて他の全ても14歳、全く同じ状況であれば160から167ぐらいになるってことなので、この状況から分かることとしては上振れしていくでしょう、最初にお伝えした160よりも高くなるでしょうってことが推定されます。でどれくらい高くなるかっていうと160よりも高くて、まあ、166には多分ね到達しないと思うので161から165ぐらいが本日ね最終予測になってくるかなと思います。ここでねすごくね皆さんに参考になるかなと思うのは、いつもお伝えした通り日本人の平均的に身長が伸びた場合にある身長になります。それに対して成長が早いのか遅いのかによってですね、より高くなるのかより低くなるのかを考えるといいですってお話、ね、してるんですけども、レントゲンを取ると成長が早いのか遅いのかが分かります、まあ、今回みたいに実年齢よりも骨年齢が若い場合は成長が遅いタイプなので、よりそうですね盤熟的に身長が伸びるということが推定されます。はい、では次ですね T さんね、最近やたら眠いし昼寝は今まで一切したことなかったんですが最近はよく昼寝をしてしまいます、身長伸びる前触れなんでしょうか。どうだろうね、まあこれに関して言うとあんまり関係ないと思う、
昼寝をしやすくなったかっていう身長伸びる傾向があって、そういうことはないかなと思う。ただしすごく眠いっていうのはいい兆候だったりもすることもある。具体的にどういうことかというと、成長ホルモンがすごく分泌が盛んになると眠いんですね、簡単に言うとね。例えばですけども、成長ホルモンを投与したりすると眠くなったっていうね表現をする方もいらっしゃるので、そういった意味だと少しは関係があるかもしれませんね。はい、じゃあ次ですね。 K さん、この間ね、怪我でレントゲンを取ったんですが、骨端が凝視しないと見えませんでした。もう身長伸びませんかってね、質問ですよね。これすごいね、いい質問なんですね。骨端線っていうのは理論上は閉じたらもう伸びない。ただし実際ですね、まあ、手のレントゲンとかで骨年齢をね見ていくんですけども、取った時に骨端線がちょうど閉じた日がですね、大体16歳0ヶ月ぐらい、男の子ですね。で16歳0ヶ月からじゃあ全く身長が伸びないかっていうと、そんなことはなくて、大体平均的に見ると1.5センチぐらいから最大 2.5 センチぐらいまではね伸びるような可能性があります。つまり何か骨端線を見てそれが閉じてるから 100% 伸びないかっていうと、そういったようなことでもないし、特に今回に関して言うと閉じかけっていうの表現なので、閉じかけであれば仮に手のねレントゲン見たとすれば、今から大体2センチぐらいね伸びる可能性があるでしょうというふうにお伝えできると思います。はい、参考になりますかね。じゃあ次が M さんですね。初めていつも楽しみにしてる9歳の子供のことですけども、片側のね靴底だけすり減っていうのは気になると、骨盤のズレ及び O脚は身長の伸びに影響しますかという。まずは靴底がすり減ってるっていうのはね最初のキーワードになってきます。靴底がすり減ってるっていうのは、歩くときに右だけすごくするとか左だけすごくするとか、そういったような現象が起きてるってことを指しています。その原因っていうのは単純に癖かもしれないし、おっしゃる通り骨盤のズレや O 脚でなるかなっていうとちょっと何とも言えないんだけども、骨格異常でもなる可能性はあります。例えばね、足の長さって右と左って実は正確に測るとちょっと違います。1センチぐらいの差であれば全然あります。だからね、もしかしたらそういったような骨盤のズレだったりとかですね、まあ、脚長差っていうんですけども、足の長さが左右でもしかしたら、ね、少し違うのかもしれません。ただし左右差があるとか骨盤のズレがあるってことが身長の伸びに影響するかっていうと、あまり影響はしないと思います。もちろんあまりにもね差があるような場合はちょっと注意が必要かもしれないんですけども、まあ、基本的には関係ないかなと思います。これはね診断は結構簡単で、レントゲン何枚か取ってしまえばすぐ分かっちゃいますので、そういった意味だと検査してスッキリとねしてみてもいいんじゃないかなと思います。次は N さんの、身長伸ばすのに適したスポーツはありますかね、またスポーツはいろいろな種類をやるべきですかって、この質問ね答えていきたいと思います。まずはね大事なポイントとしては、スポーツをやっている人とやってない人と、明らかにスポーツをやっている人の方が身長伸びる可能性が高いということが分かります。具体的にどういうことかっていうと、当然なんですけども、スポーツをするっていうこと自体だけでも成長ホルモン分泌、最初の60分間ですね、成長ホルモン分泌が盛んになると言われているのが分かっていますので、その点が有利であるということ。それに加えてですけども、スポーツをすることによって睡眠欲だったりだとか、まあ、食欲、まあ、そういったようなですね部分も改善しますので、適切な栄養摂取、適切な睡眠がね促されますので、そういった意味でスポーツは必ずしてください。どんなスポーツするといいかっていうことでね、これがいいっていうのは言い切るのは難しいんだけども、まあ、よくね話題に上がるのは筋トレなので、筋トレについて今日ね解説してみようかなと思います。筋トレ自体も成長ホルモン分泌を促します。そういった意味だとプラスに働く。ただし心配な点としては、成長ホルモンが分泌されて、その成長ホルモンが破壊された筋肉に持ってかれちゃって骨の方に働かなくなると身長伸びないんじゃないかとか、もしくは同じようにして摂取した栄養が筋トレによって破壊された筋肉のところに持ってかれちゃうと、骨の方にね栄養がね供給されなくなってしまうと阻害されるんじゃないかっていう風な懸念があると。でそれですね、論文で証明されたわけではないので、まあ、何とも言えないんですけど、確かにそういったような考え方はある程度は理にかなっていると思う。だからまあ少なくとも今の現状としては、筋トレをですね小学校のうちに絶対やらなくちゃいけないとか、中学校とか高校とかに絶対やらなくちゃいけないってわけではないので、いわゆる成長期の時は高重量を扱うような筋トレは私の方では推奨していません。なのでまあどっちかというと全身運動、有酸素運動とか進めています。今回の質問者さんね、まあ、いろんなスポーツやるといいかっていうねお話あるんだけど、それは確かにいいかなと思います。特定の筋肉だけを刺激してやっていくとですね、筋破壊が起こってくるんだけど、いろんなバランスをねうまくやっていけば心地よい疲労感ぐらいで終われる可能性があるので、スポーツのいいところ、つまり成長ホルモンだけ分泌しっかりと促して、あとで食欲促して、睡眠欲促してってところのいいところだけ取っていって、筋破壊を起こしてそこに栄養が持っていかれるところだけを削るっていうのも理にはかなってるかなと思いますので、ぜひですね皆さんね、いろんなスポーツやっていただいて、うまくね成長ホルモン分泌させてください。あとね睡眠と食事もねしっかりと取っていただいて、より一層身長が増すのに役立てていただければと思います。
まあ、今日こんな感じかな。引き続き、ね、身長に関する質問あればね、ぜひ、ね、コメント欄の方もお願いします。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。